メールシュトレームに飲まれては、1841年に発表されたエドガー・アラン・ポーの短編小説。巨大な渦巻き、メールシュトレームに飲み込まれた漁師の脱出端である。日本では、翻訳者、書籍によって、大渦に飲まれて、大渦の底へ、メールシュトレームに飲まれて、その退屈家の題名が用いられている。語り手は、年老いた漁師に先導されて、 ノルウェー海岸の近くにある、ロフォーデン州の山ヘルゲッセンの頂上に着く。そこは、断崖絶壁になっており、眺望が明けて、海と島々の様子が見渡せる。海は荒れ狂っており、一旦静まったかと思うと海流が変化し、突然巨大な渦巻きが現れた。どんな巨船も逃れられないであろう猛烈な大渦。これが、メールシュトレームであった。漁師は、自分は、 老人のように見えるが本当は若く、ある恐ろしい出来事が自分を、ほんのついたちたらずでこのような姿に変えてしまったと、明かし、語り手に、大渦を目の当たりにさせながら、3年前に自身に、起こった出来事を語り始める。彼は二人の兄弟と共に漁船を出し、渦の起こる近くで漁をしていた。他の漁師たちは、大渦巻きを恐れて近寄らないが、そこはいつでも、 たくさんの水揚げがあった。普段はちゃんと時間を見ながら、潮が緩んで、大渦が発生していない時に引き揚げるのだが、しかしその日は運悪く、長い海上生活の経験でも予測できなかった嵐に遭遇してしまう。弟はマストごと海の中に吹き飛ばされて消え、彼と兄が乗った船は暴風によって、急速に渦の方へ押しやられてしまう。時間を計っておいた漁師は、 じきにメールシュトレームの活動が終わる頃になるに、違いない、と希望を抱いていたのだが、それも虚しかった。彼の時計は止まっており、もうすぐ終わるどころか、メールシュトレームが荒れ狂っている、真っ最中であったのだ。船は、大渦に捕らえられ、回転運動をしながら、次第に渦の中心に近づいていき、漁師は観念して、渦の様子を見守る。渦のロートには、 船の破片など様々なものが飲み込まれて行っている。その様子を観察しているうちに、彼はやがて体積の大きいもの、球状のものは早く渦の中心に落下していくのに、対して円柱状のものは飲み込まれるのに時間がかかっていることに気づく。兄にそれを伝えて共に脱出しようとするが、恐怖で錯乱した兄は言うことを聞かなかった。彼は覚悟を決め、 一か八かで、円筒状の樽に、自分の体を縛り付けて、海に飛び込んでいく。船がその後すぐに、渦の中心に飲み込まれてしまったのに対し、円筒状の樽は飲み込まれずに止まり、渦が消滅するまで持ちこたえることができた。恐ろしさに髪は真っ白になり、まるで老人のように変わってしまって、助けてくれた漁師たちは誰も私だとわからなかった。 あなたも、ロホーデンの漁師仲間と同じで、こんなことは、とても信じられないでしょうと最後に、漁師は締めくくる。作品内には、サルトスラウメンのメールシュトレームについて書いた、ノルウェーの歴史家、ヨナスラムスへの言及がある。また、冒頭のエピグラムに、ジョセフ・グランビルのエッセイ、アゲンスト・コンフィデンス・イン・フィロソフィー・アンド・マターズ・オブ。 スペキュレーションからの引用が取られているが、ポーはかなり言い回しを変えている。本作は、ポーの作品の中では、推理能力を中心に展開する物語に分類され、初期のサイエンスフィクションともみなされている。グレアムズ・マガジンの1841年5月号が、初出。1845年に短編集、物語集に収録された。 モスケンの大渦巻きとも言われるメールシュトレームに触発された作品であり、船のナンパから生還した漁師の語る話、という作品構成は、サミュエル・テイラー・コーレリッチの漏水不良を思わせる。ポーの他の冒険作品、アーサー・ゴドン・ピムの冒険や、ユリウス・ロドマンの日記と同じく、メールシュトレームに飲まれての内容は、読者から事実に基づいて書いたものと思い込まれ、 作品内の一文が事実に基づく描写として、ブリタニカ百科事典の第9版に引用された。皮肉なことに、この一文はそもそもポーが同じブリタニカ百科事典の以前の版から表説したものであった。なおポーは、掲載に間に合わせるために完成を急ぎ、そのために結末部分が不完全になったと後に述べている。発表直後の4月28日付、 デイリークロニクルでは、エドガー A ポーシのメールシュトルームに飲まれては、より大きくより広大な範囲を物知る彼の才能には見合わない筆行だと評されている。他方、イブニングスター神は、興味深さの点で、彼が最近物した傑作、モルグ街の殺人に匹敵すると評した。フランスでは、最初にモルグ街の殺人が翻訳された後、フランスの読者は、 ポーの他の作品を求め、結果、メール・シュトレームに飲まれてがそのうちで最も早く翻訳された。フランスの作家で SF の回想の一人とされるジュール・レベルヌの作品、海底2万里には、最終部分でノーティラス号がノルウェー沖のマエルストロームに飲み込まれる描写があり、ポーの影響が見られる。日本語訳は、ポー小説全集三』書集の小川和夫訳を参照したほか、 世界文学全集8、豪華版世界文学全集9、筑く世界文学体系37も参考とした。ありがとうございます。